ブンブン、ハローユージュ、どうもマサルです。今回はこちらの商品をご紹介したいと思います。こちらはスマホケースでおなじみのシュピゲンというブランドの iPhone XS Max 用のケースになります。以前からこのシュピゲンというブランド気にはなっていたものの、一つもケースを買っていませんでしたので、今回は初めてシュピゲンのケースを購入してみました。では早速開封したいと思います。このシュピゲンの製品、箱が少し変わっていて、開封する際は、この部分、タグのようになっているところを引っ張って開封します。セット内容としては、ケース本体のみとなります。今回購入したのは、背面だけをガードするタイプのケースとなります。中はケース本体にくっつかないような、このようなパターンが入っています。そして背面については、こちらもパターンが入っていて、多少の滑り止め効果はあるかと思います。では早速、こちらの iPhone XS Max を装着したいと思います。このように装着できます。素材が比較的柔らかいケースですので、簡単に取り付けることができます。ケース下の部分については、ライトニング端子、それからスピーカーの部分だけが開いています。右側面はサイドボタンまでしっかりガードできます。上は何もなく、左側面についてはサイレントスイッチのみ開いていますが、ボリュームキーの部分はしっかりガードできています。シンプルなケースですが、それなりに厚さもあって、耐衝撃効果もあるかと思います。シュピゲンのブランドも目立ちにくいところに入っていますので、デザインも比較的いいのではないかと思います。以前自分が使っていたのは、この iPhone XS Max 専用のレザーフォリオというケースですが、こちらは価格が1万6000円程度して、質感はとてもいいものの、どうしてもこういった手帳型のケース装着した状態で、このように握って動画撮影などがしにくく、そして下の部分についても開いていますので、どうしてもこの部分をぶつけてしまうと iPhone 本体に傷が入ってしまうという欠点がありました。そこで今回はディスプレイ部分以外は全面ガードできるこちらのタイプのケースを購入しました。iPhone を使って動画撮影をされる方ならば、しっかり握れるこういったタイプのケースがいいかと思います。ということで今回は iPhone XS Max 用のこちらのシュピゲンのケースをご紹介しました。なおこちらの製品については動画の概要欄に販売店のリンクを貼っておきます。価格など気になる方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。